とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、このクエスト、ついに俺のところにも来ました。はい。極絶対王者からの挑戦状。まあ、11月28日のアップデートの時に、実装されたクエストなんだけども、まあ、デイリーでね、なかなか、ここできたことないよっていう人も多いかと思う。俺もね、その口で、マルチでしか挑戦したことなかったのよ。でも、今日は、ついにこのクエストが来たので、遊び倒そうと思います。とりあえず、まずは、ラント君、ソロで行きます。まあ、極炎魔、むちゃくちゃ強いので、どうなるかわかんないけど、まあ、今回ちょっとそう、変身あり。で、いきます。人間の状態ではちょっとね、難しいかな。とりあえずは。まあ、とりあえず、ラント君、装備これでいきます。ホームラン王のバット、爆食メダル、チタンヘルメットに、タキシード。タキシード意味ないな。まあ、いいか。で、ピンバッジ、筆箱、クロコダイルバッグに、ローストビーフ、二つ。だね。さあ、これで、勝てるかどうか、かなりの HP だからね。行ってみましょう。極絶対王者からの挑戦状。いけるか？行くぞ。まあ、ダメージもらえば、2、3000多分飛ぶと思うんだわな。あぶね、通常攻撃。まあそんなもんか。あ、まあまあでも変身してからのやつだね。あ、そうか。武闘の術使うから、それもできるわな。おおあ、なるほど。なるほど。通常攻撃でそれですか。危ねえ。え、ちょっと待って。避けたよ。避けたのに、なんか判定があったな。ああ、まあ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 。気にして戦うところは、多分ね、神の刃なんだよね。神の刃を、これ、ガツって食らえば、死ぬのよ。おそらく。なんでそこだけちょっと注意していきましょう。あ、そうか。職業を、ジョブをね、あっちにしてきたからよかったな。ジョブは絶対ここは敵の攻撃頻度も多いし、間違いなく芸能人ガクトが向いてるはずだわ。オッケーオッケーオッケー。ああ、これね、クイーンズブリザード強いんだけど、ちょっとね、ためが長いんだよな。危ねえ。神の刃もろに食らえば多分死ぬ。ダブル賞金600、通常攻撃が1500ぐらいか。いや、通常攻撃が痛すぎるんだよな、まず。覇王閻魔玉が、だからさっき2800とか食らったね。まあ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 、攻撃力は間違いなく、今作品最強だろうね。間違いなく今作最強。いっけ。こっち打ってくるね。あぶね。さっきなんか食らっちゃったけど、気をつけていけばなんてことない。神の刃だけは食らっちゃダメ。あれだけ注意していこう。まあそんな打ってくる技でもないしね。そこまで頻度のある技じゃないからいいけど、特にこの武闘の術使った後の神の刃、そして危ねえ、覇王閻魔玉、そこには要注意。オッケーオッケー、いいよいいよ。意外とあれだね、状態以上にもなるんだ、でも攻撃が結構直線的だから避けやすい。マゼラボルトとかサメキホジロウが結構トリッキーな攻撃、まあ、トリッキーというか、ちょっと溜めて攻撃してくるまでの
ちょっとタイミングをずらしてくるみたいな感じがあるけど、こいつはそんなことがないから戦いやすくはある。ただ HP がバカみたいに高い。うん、バカみたいだね、ほんとこれは。うわあ危ねえ。でしかもあれか、チャンスにするところがないのか、エンマはないのかもしれん。チャンスにならないっていうのはちょっと嫌だな。 OK、 コンビニ飯。でもまだ早い。ここはもうむしろさ、敵吹っ飛ぶやつだから、うん、クイーンズブリザードじゃなくって、うん、水星ランスの方が良かったかな。ちょっと技選びとかも他のキャラの時はちょっと考えていこう。うん、吹っ飛ぶっていうことをちょっと分かっとかないといかんね。魔王エンマ玉は若干フォーミング性能があるということやね。うん、なんか今の状態だったらば神の刃もまあ食らわんかな。うん、ためが長すぎて食らうことはないと思う。うん、まあ問題はあれだな、グレート化した時にどうなるか。多分ね、グレート化した時の敵の強さがちょっと気になるところだな。そろそろでしょ。おい、ただのぶん殴りで 2600? 神の刃の時に相当怖いぞ。あぶねえ。でもそのギリギリの感じがやっぱり面白いね。何そのダメージ。ちょっと待て待て、おあぶねえ。絶対食らったと思った。思いを胸に。おお、でも食べ物もまだまだあるし大丈夫。あぶね、神の刃タメが来た。追い詰める。オッケー。 おい食らうんかい。うわー、嘘。いやいやいや、あのダメージはやばかった。うん、まあその次、さっき5000ぐらいダメージ食らったからね。やべえ、今も3000ぐらい食らうし、やっぱり神の刃が一番やばい。でグレート化しないんだろうね、エンマは。おそらくグレート化はなんかしなさそう。常にグレート化してるような感じだもんね。うん、この強さでグレート化したら確実にワンパン来るわ。レベル800でもワンパンでやられますよ、これは間違いなく。あっぶね、もう一発一発が本当に怖い。本当に怖い。これやっぱ最強キャラだ、エンマ最強キャラ。よし、あ、ミスった。最終用時間がね30秒とめちゃくちゃ長いんで、空打ちはしたくないのよね。よっしゃ、これ全キャラ行こう。わほ、全キャラ行こうと思ったけど、これ厳しくなるキャラ絶対いるな。し、人間状態でこれやるとか結構無謀かもしんない。やばやっべ、絶対今の食らってたら死んでた。よし、でもあと一撃ぐらいじゃない。いけ、よし、強かった。やっぱ最強キャラなだけはあるね。うん、極エンマはマジで強い、マジ強い。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや